岩瀬達也は日本のジャーナリスト、和歌山県出身。1979年東洋大学文学部哲学科卒業後、編集プロダクション勤務を経て、1983年フリーとして活動を始める。噂の真相や週刊現代を主な活動の場として、年金問題や記者クラブ制度に代表されるマスコミの体質についての報道を中心的に行っている。 1996年、講談社の雑誌、ビューズに発表した、朝日新聞社の研究において、関東コラム、天聖人語の執筆者だった、引き竹一郎や、海外ルポルタージュで知られる、本田勝一らの著名記者が、リクルートから、リクルート事件が発覚する前年の1987年に、当時リクルートコスモスが運営していた、安ウ高原スキー場へのスキー旅行において、 接待を受けていたと報じた。本田は編集長を務める雑誌週刊金曜日や雑誌噂の真相での自身の連載記事、コラムで鉄道記事と非難した上、岩瀬に対し、講談社の飼い主に金で雇われた番犬、狂犬の類、売春婦よりも過当な人類最低の真の意味で癒しい職業の連中、人間のクズ、 カスなどと言いたい放題のバリ増言を浴びせた。また、引田も反論記事を執筆した。これに対し岩瀬は、ホンダと引田を名誉毀損で提訴し、ホンダと引田も反訴した。2004年3月、東京地裁は岩瀬の記事の一部について、名誉毀損を認める一方、ホンダと引田の反論も限度を超えていると認定し、双方に損害賠償の支払いを命じた。 双方が控訴し、2004年9月、東京高裁は引きたへの賠償命令のみを取り消した。岩瀬とホンダが上告し、2005年3月に最高裁が上告を棄却し交際判決が確定した。東京高裁判決では、ホテル代などを一切支払っていないとした岩瀬の記述に誤りがあったとして、名誉毀損を認定する一方、 ホンダラが支払った金額が費用のほぼ半額であったことから接待の存在自体は認定している。2004年年金大崩壊で講談社ノンフィクション賞受賞。また同年、時の長野県知事、田中康夫の下で長野県調査委員会の委員となる。近年は年金ジャーナリストとしてテレビ、新聞、雑誌で活躍し、2007年、 総務省所管の年金業務、社会保健庁監視党委員会の委員に任命されるとともに、内閣官房の年金業務、組織再生会議の委員にも任命された。これらの活動が評価され、2008年、日本年金機構設立委員に任命された。2009年より、年金記録回復委員会委員。2009年から2010年に、週刊現代で、グリコ。 森永事件に関する連載を行ったが、最終回で名指しを避けながら、ミステリー作家の黒川博之を犯人視する記事を掲載したことに、黒川が反発し、名誉毀損訴訟を起こされ、敗訴している。2020年、裁判官も人である両親と組織の狭間で、で、日本エッセイストクラブ賞受賞。今著読売年間二0十六年版、p 八十二。 年金業務、組織再生会議、内閣官房、2017年4月11日閲覧、ありがとうございます。